ソニースイッチャーを使いいただきましてありがとうございます。ソニー XVS シリーズスイッチャー操作説明ビデオ。今回は番組ファイルをセーブロードするファイルメニューとスタートアップモードの使い方についてご説明させていただきます。番組ファイルをセーブロードする際に、こちらのファイルのボタンを押していただいて、メニュー上でオールエクスターナルファイルを選択していただくことが多いかと思います。こちらのオールのメニューですと、セットアップからイニシャルステータス、キーメモリー、ビデオプロセスメモリーとか、エフェクトスナップショット、ワイプスナップショットなど、すべてのカテゴリーのデータをセーブしてロードすることができます。で、まず番組のフォルダー、あるいはオペレーターさんごとのフォルダーを作っていただくことが多いかと思います。その場合、オールの下にあるコンフィギュアというボタンを押していただきまして、こういったリストが出てきます。このリストではフォルダーの名前と作った日時というのを確認することができますので、こちらのメニューをお使いいただければと思います。一番上のローカルドライブを選択いたしますと、メニューパネルに搭載されている SSD に格納されます。で、リムーバブルドライブというところを選択いたしますと、メニューパネルに差し込んだ USB の中身を確認することができまして、フォルダーを作成することが可能となります。今はローカルドライブを選択いたしまして、今これだけのフォルダーが入っています。で、新たに番組ファイルフォルダーを作るときには、 New というボタンを押していただいて、ここで番組の名前あるいはオペレーターさんの名前を入力していただきます。今この ABCD、 例えば ABCD と入力すると、こちらに ABCD というフォルダーができました。このリストはシステムというフォルダーが一番最初に表示されまして、その次に数字のフォルダー名が表示されて、その後 ABC 順にアルファベット順にフォルダーの名前が表示されますので、その表示順をご確認いただければと思います。今この作った ABCD というところをタッチいたしまして、その右にあるファイルオールというボタンを押しますと、普段お使いのオールのメニューに来るかと思います。で、まずは、番組の設定、クロスポイントアサインとか、あるいはスナップショット、マクロ等をお作りいただいた後、基本的には全部のカテゴリーのデータを記録されると思いますので、ローカルドライブの ABCD を選択した状態でこうセーブというのを押していただいて、よろしければ Yes というものを押していただきます。今は省略いたします。で、同様にロードをすることになります。次回の番組を制作する際には、こちらの一回保存した ABCD というところからロードしていただくことになると思いますが、このフォルダーを選択していただく、あるいは先ほどのコンフィギュアのメニューで、必要な、番組名あるいはフォルダーを選択していただいて、ここで例えば1234というものを選択して、ファイルオールというところに行くと、もうこのディレクトリをすでに1234という名前のものが選択されていますので、ここでロードしていただいて OK であれば Yes を押していただきます。今回は省略とします。で、このメニュー上に Clear Before Load というボタンがありますけれども、これを点灯させておくと、まずロードする前に、レジスターですね、スナップショットとかマクロとかというものをオールクリアしてからファイルの中身のデータをロードいたします。このクリアビフォアロードをオフしてファイルをロードすると、前に使った方が作ったスナップショットとかマクロが残った状態で
ファイルをロードいたします、ファイルの中身をロードいたしますので、同じ番号のところにファイルにすでにデータがあればロードしたときに上書きされます。あるいは前の方が使ってなかった番号のところに新たにファイルからデータをロードすると新たに加わります。前の方が使っていた番号のところにファイルにはその番号のデータが入っていない場合というのは前の方のデータが残ってしまいまして、なかなかそういったデータは消すのが難しい状態になるかと思いますので、おすすめといたしましては、クリアビフォーロードをオンにして、必ず一回マクロスナップショット等をオールクリアしてから、ご自分の使われるレジスターのマクロスナップショット等が入ったファイルをロードしていただくことをおすすめいたします。次に USB からファイルをロードするときに、このシステムのメンテナンスのところで、リフレッシュということを行っていただくと、今メニューに挿入している USB メモリーデバイスの容量とか使用の状況を確認していただくことができます。ここでセットプライマリーというボタンを押して使う USB を選択していただきます。例えばこちらのUSB の口にですね、USB のハブをつないで複数の USB メモリーを使われるときには、ここに複数の数字が出てまいりますので、ここで使われるデバイスのところ、USB の数字を選択していただいて、セットプライマリーというボタンを押してください。ただしですね、このオートディテクトというボタンを押しておくと、このリフレッシュの動作がこちらのファイルのメニューで、こちらのリムーバブルドライブとかっていうのを選択したときに自動でリフレッシュ始めますので、先ほどのこちらのメンテナンスメニューに行かなくてもですね、ファイルのこちらのメニューでリフレッシュを実行することができますので、こちらもよろしければオートディテクトのボタンをオンにしてお使いいただければと思います。セットアップのシステムのスタートアップのモードですね。こちらはスイッチャーのところにカスタムのモード、あるいはリジュームのモードとして、イニシャルステータスウィズフレームメモリー、それから、イニシャルステータスファイルのリコールオンロードというボタンがあります。で、こちらのボタンをオンにしてお使いいただいて、この状態、リコールオンロードをオンにして、イニシャルステータスウィズフレームメモリーというボタンをオンにしていただくと、番組で使われている状態ですね、キーアーの使用状態。例えば今、プログラムの画像をご覧いただいて、このスポーツニュースというものがキー位置で使われていて、こちらはフレームメモリーの画像を使っています。で、このフレームメモリーの画像を縮小して、リサイザーで縮小して左上に置いています。で、こちらワイプ、コマドのワイプを作って、それから CG 額縁で、枝の CG を使った、木の枝の CG を使った、CG ボーダーをこちらに配置しています。こういう状態、キーアの使用状態、それからフレームメモリーの割り付け状態というのも含めて番組ファイルに入れることができますので、セーブすることができますので、次回その番組ファイルをロードすると、同じ状態を再現することができますので、例えばスタジオサブ等で、様々な番組で、使われているとき、スイッチャーを使われているときに、ある番組ファイルをセーブして、次回ロードすると、その番組用のキーアの割り付け状態、フレームメモリの割り付け状態、で、また別の番組ファイルをロードすると、その番組の、キーアの使用状態、フレームメモリの割り付け状態を再現することができます。例えばこの状態で、
まあ、全ての設定データを記録していただいてもいいんですけども、今は例えばイニシャルステータスというその再現するのに必要なデータだけをセーブさせていただきます。ローカルドライブのディレクトリ1234というところにこの状態でイニシャルステータスをセーブすると、この状態がセーブされました。フレームメモリーのロードの状態およびフレームメモリーのこういった割り付け状態も含めてセーブされております。で、またあらかじめ今フォルダーの5678というところに別の割り付け状態、別の番組で使うために別のフレームメモリー、別のキーヤーの割り付け状態を、セーブしたファイルがございますので、それをロードいたします。インスタルステータスだけ、5678からロードすると、このような形で、別の番組での CG、フレームメモリーの割り付け状態、それからキーヤーの、リサイザーの位置とかというものを、再現していただくことができますので、こちらのシステムのスタートアップのイニシャルステータスウィズフレームメモリー、リコールオンロードというものをお使いいただければと思います。こちらの機能は比較的最近のバージョンで対応しております。で、スイッチャーのところをリジュームにいたしますと、フレームメモリーウィズ、リジュームフレームメモリーステータス、リジュームフレームメモリーステータスというモードもありますので、こちらを実行していただくと、スイッチャーをリジュームモードでお使いの場合、フレームメモリーのロードの状態及び割り付けの状態が再現することができますので、同じ番組の収録が続くときなどはリジュームにしていただいて、パネルとかもリジュームにしていただいて、電源を切って翌日電源を入れると、同じ状態、フレームメモリの割り付け状態とかキーヤーの設定状態を含めて再現することができます。で、今お話ししたこちらのクリアビフォーロードとか、あるいは、システムのメンテナンスのオートディテクトというものは、デフォルト工場出荷状態ではオフになっておりますので、オートディテクトをオンにしていただいて、ファイルのクリアビフォーロードもオンにしていただいた状態で、スタートアップのパネルのところですね、スタートアップのパネルのところを今、リジューム、カスタムに戻しますけども、この、カスタムのセットアップのリファイン情報として、今の2つのパラメータを記憶することができますので、パネルを選択していただいて、セットアップリファインを押していただくと、次回、電源を入れてスイッチャーを立ち上げると、オートディテクトがオンになって、クリアビフォーロードがオンの状態でお使いいただくことができます。以上で今回のご説明を終わらせていただきます。